一度艦内に入ったらキールさんたちを救出するまで脱出している余裕はない。グロリアスに突入するかい？オッケー、ジョゼット、ちゃんとついてきなさいよ。それはこっちのセリフだよ。敵襲！貴様ら！お前たちの船はまだ修理中なのだろう？どうしてこんなところにいる？あいにく自分の足でここまでたどり着いたのよね。兄貴たちを返してもらうよ。するよ。ジョゼット、ついてきて。これがグロリアスの中。はあ、とても船の中とは思えないような広さやね。まあ実際うんざりするほど広いわよ。それに結社の人形兵器があちこちに放たれてるだろうし。あんたたちこの艦から脱出したことがあるんだよね。兄貴たちの居場所見当はつく？あ、うん、そうね。私が最初に閉じ込められた船室あたりかもしれないけど。いや、あそこは一応客室だからね。多分監禁用の牢屋に閉じ込められているはずだ。監禁用の牢屋？そんなものまであるんだ。前に脱出した時には見かけた覚えはなかったけど。あの時は脱出防止用の電磁バリアが展開していたから行ける場所が制限されていたんだ。今はまだ電磁バリアが展開されていないみたいだから、ドルンさんたちを助けるチャンスかもしれない。それでその牢屋はどこにあるの？この先の通路に下の階に続く哨戒弾があった。そこを降りれば牢屋のはずだよ。牢屋に降りる哨戒弾ね。よし、まずは調べてみましょう。金曜の牢屋は通路の反対方向だったのね。まずはそっちに行く。
負けられないんだ。捕まったんだぞ。それなのにお前と来たら勝手なこと言わないでよ。一人ぼっちになってまで僕は助かりたくなんかない。兄貴たちと一緒に捕まった方がまだマシだったよ。
お前は女だろうが。少しは自分の身の安全を心配しろっての。そんな言い方はずるいよ。だいたいキール兄はいつも都合のいい時だけ僕のことを女扱いしてさ。なんかすっごく仲がいいわね。微笑ましい兄弟喧嘩やね。おいおい、こんなところで兄弟喧嘩始めるんじゃねえよ。たく二人とも、いつまでたってもガキのままだな。ドルンに。でもよ。来ちまったのは仕方がねえ。一緒に脱出するしかねえだろう。それで小僧、どうやって俺たちをここから出す？そうだね。どうやら、このエネルギー障壁は完全にロックされているみたいだ。プロテクトを外すのは、正直、難しいかもしれない。なるほど。そんな。それじゃ、力ずくでこじ開けられない？爆弾か何かを使っちゃうとか。いや、このエネルギー障壁は、普通の爆弾じゃ傷一つつかない。かといって、強力すぎるものを使ったら、キールさんたちが危ないだろうしね。ここは、最新のセキュリティカードをどこかから調達するしかなさそうだ。セキュリティカード？それを使えばこの障壁を消せるの？確かあの端末にカードを通せば障壁が解除されるはずだ。僕が前の潜入時に入手したものはもう使えなくなっているはずだから、最新のカードが必要だけどね。最新のカードってどこに置いてあるものなの？前方区画の第2層、前に君が監禁されていた部屋の周辺に保管されているはずだ。そっか。ほな、とっとと調べに行くとしますか。キールニー、トルニー、それからみんな、そういうことだからもうちょっとだけ待っててね。すぐにカードを見つけて戻ってくるから。仕方ねえな。小僧、それに遊撃士のお嬢ちゃんたち、その跳ね返りが無茶をしないように頼んだぜ。あ、任せて。ちゃんと手綱を握っとくから安心してて。僕なんかよりもはるかに無鉄砲なくせによく言うよね。あんですって。はいはい、そのくらいで。それじゃあ一旦出口付近まで戻ろう。前方区画の第2層に行くには反対側にあるエレベーターを使う必要があるからね。わかった。では行くとしますか。
こか。
我が右手にありし星の盃を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。今助けたる。そら。今助けたる。そら。
気を見せてあげる。はっ、とりゃー、せい、まだまだ、はー、王妃対極に。
けられないんだ。前方区画の第2層だ。両兵たちに作戦を伝えるためのミーティングルームとしても使われている。最新のセキュリティカードはこの辺りに保管されているはずだよ。それじゃ早速調べてみようよ。はいはい、分かってますって。とりあえず部屋を一つ一つ調べていきましょう。負けられないんだ。ひょっとしてそれがさっき言ってた最新のセキュリティカード？うん、間違いない。これを牢屋の端末に通せば障壁を解除することができるよ。やった、よかった。これで、それじゃあとっとと牢屋に戻るとしようか。制動と機関部に移動するためのエレベーターだ。正門パターンの認証を行うから執行者以上のものしか使えない。ここは諦めるしかなさそうだね。そっか。ところで正門パターンって何？人間の声の周波数は一人一人異なっているんだ。それを機械が認識して資格があるかどうかを判別する。そういった仕掛けらしい。なるほど。
かったような、わからないような。しかしすごい技術やね。なあヨシオ君、この船とか人形兵器って一体誰が作ったものだ？そうですね、蛇の使徒の一人にノバルティス博士という人がいるんですけど、結社で使われている動力機械はその博士が率いる13工房によって開発されていると聞いたことがあります。13工房、どういう人か知らないけど、その人ラッセル博士よりさらにマッドな感じがするわね。マッドというか、正直得体の知れない人だよ。教授を含めて蛇の使徒は全員そうだけどね。捕まえたよ。ギルバート？艦内にいたのか。やれやれ、艦に侵入した連中がいると聞いてどんな愚か者かと思ったが、やはり君たちだったわけか。あれ、ねえこいつ、あんたたちの知り合いなの？ま、一応ね。汚職市長の元腰巾着で、私たちが捕まえたんだけど、クーデターの時の混乱で脱走して結社に身を投じたらしい。やっぱりそっか。僕たちと同じくデイストン要塞の地下に捕まっていた市長秘書だよね。僕は無罪だとか言って泣きわめいてたからよく覚えてるよ。ちょっとジョーちゃん、そういう時は見て見ぬふりをしてやるのが情けってもんやで。まあそんなに気にする必要ないと思うわよ。そういう情けない経験を糧にして人って成長するもんだと思うし、そんな格好をしてる時点で糧にはなっていないみたいだけど。エステル、全然フォローになってないよ。貴様ら、どこまで僕をコケに。いいだろう、もう手加減などしてやるものか。この新ギルバートの力、思う存分見せつけてくれるわ。13工房の新型か。獅子型人形兵器、ライアットアームズだ。その脅威の性能に戦慄するがいい。これで終わりだ。
で置くべきか。やあ！強力だったけど、でもそれってあんた自身が強くなったわけじゃないんだよね。え、確かに真っちゅうのはちょいと大げさかもしれんな。古代広告ってやつ。ギャフン。あ、え、おりゃ。さーてと急いで牢屋に戻ろっか。せやね。うんうん、兄貴たちを助けないと。さすがにかわいそうかな。しました。
ロックを解除したい障壁の番号を選んでください。ロックを解除したい障壁の番号を選んでください。障壁の番号を選んでください。おー、助かった。ケールニトレンニジョゼット。お前らにもでかい借りを作っちまったようだな。いや、お互い様だよ。そうそう、前に脱出した時にはこちらが助けてもらったんだし。やば、どうやら僕たちの動きが完全に掴まれたみたいだ。みんな急いで脱出しよう。うん、よーし、一丁逃げるとするか。野郎ども、遅れるんじゃねえぞ。楽しませてくれるじゃないか。あの様子だったら今日中には中枢島までたどり着けそうだな。でもここまで予定通りだと見届け役の意味ってないよね。真の最終幕が上がるまでもう少し時間がありそうだ。それまでギルバート君でもいじって楽しませてもらおうかな。で、俺たちは山猫号の修理をとっとと始めちまうつもりだ。幸い材料は調達してあるからなんとかなるとは思うんだが。機体の方はともかく、問題は例の動力停止現象だ。要するに無理して飛んだとしても都市から離れた途端に墜落するんだろう。ゼロ力場発生機の大型版がないとそうなっちゃうと思うわ。アルセイユのラッセル博士に応援を頼んでおこうか。まあ都市の中なら動力通信も使えるみたいだから、必要ならこちらから連絡するさ。それよりもお前らの方はこのまま輝く輪を探すのかよ。うん、そのつもりだよ。それがこの浮遊都市に来た私たちの本当の目的だし。あ、そういえばそんなことも言ってたっけ。一緒にしないでよ。だったらジョゼット、お前このままヨシュアたちと一緒に行動したらどうだ。え、山猫号の修理は俺たちだけでも十分だからな。お前にはどちらかっていうと情報収集をしてもらいたいのよ。あ、なるほど。確かにこうなった以上はアルセイユと山猫号の間の連絡係も必要になりそうだし、いいかもしれないね。うん、私も同感。結社に対抗するためには
味方は一人でも多い方がいいしね。ジョゼットだったらサポート役としても信頼できるし、来てくれたら助かっちゃうわ。あれ、どうしたの？いや、その、なんていうか。ねえヨシオ、これって本気で言ってるわけ？そういう子だからね。頭痛くなってきた。な、何よその微妙に呆れた顔は。いや、微妙じゃなくて思いっきり呆れてるんだけど。あ、アンデスって？いやどうやら話はまとまったか。それじゃあ俺たちは山猫号に戻るぜ。ジョゼット、くれぐれも気をつけろよ。あ、うん、兄貴たちも気をつけてよね。また警署の連中が襲ってこないとも限らないし。心配するなって。ま、せいぜい気をつけるさ。区画の駅の端末だね。あ、ヨシオもそう思う？ん？どういうことだ？なるほど、そいつは確かに臭いな。試してみる価値はあるんじゃないか。やっぱり？ありがとう、キールニ。早速確かめてくるよ。